様たるんでいるぞ。決戦は間近というのに、そのへっぴり腰は何か。その腐った目つきは何か。貴様、そんなに死にたくないか。そんなに米兵が恐ろしいか。そんな気合では打ち取れんぞ。この目つきだ。後ろ見や、貴様の魂は腐り切っておるわ。魚だ。貴様の目は死んだ魚の目だ。後ろには金蔵はいるか。中尉殿がお呼びだ。立て。もたもたするな。駆け足。後ろ見よ。貴様は外国語が堪能であると聞いたが事実であるか。英語と中国語を話せるであります。中尉殿。ならばイタリア語はどうか。わかりません。では貴様にイタリア人との通訳は務まらんというわけか。英語を喋れる者がいれば可能と思います。なるほど、確かに。貴様、外国人と英語で話した経験はあるのか。あります。
よし、後ろ宮、貴様を俺の通訳に命ずる。どうしてイタリア軍は、確か1943年にイタリアは降伏しているはずです。これはどういうことでしょう。降伏したのはイタリア王国だ。だがそれを受け入れない者たちは新独政権 RSI を樹立させ戦争を続けたのだ。 RSI、 イタリア社会共和国、別名サロ共和国だ。詳しいな。何も知らぬ者は、イタリアは枢軸国の中で1943年にいち早く降伏した腰抜けなどと呼んでいるが、それは間違いだ。イタリア社会共和国軍は開戦から1945年4月29日まで勇敢に戦ったのだ。ベルリン降伏はその3日後だ。腰抜けどころか大健闘だな。しかし RSI 海軍が日本まで航行できるような潜水艦を持っていたとは。そうでなくとも、はるばる日本までやってきたこと自体が驚きです。彼らはなぜ日本に、六軒島に。イタリア軍なんて初めて見たぜ。なんでも事故か食雷で航行不能になったんだと。換気装置がやられて塩素ガスが換気できなくなったって聞いたぞ。中尉殿の話によると何か重要なものを運んでるって話だ。暗号変換機か新型エンジンなんかの設計図じゃないのか。俺は爪にうんぬんより上層部がまだここを覚えててくれたことの方が驚きだぜ。後ろ宮、早く来い。貴様は通訳だろうが。はい、中尉殿。後ろ宮、艦長は誰か聞け。私がこの島の指揮官であることを説明せよ。ようこそ日本へ。英語がわかるもの。ようこそ日本へ。艦長でありますか。 I can not speak English. Please wait.後ろ宮、何と言っている。待てと言っています。英語のわかる人間を
呼んでいるのかもしれません。私、英語わかるわ。ようこそ、日本へ。艦長はいますか？艦長は死んだわ。士官はあそこの彼だけよ。お悔やみ申し上げます。何かお手伝いはできますか？新鮮な空気と水が欲しいわ。まだ息のある人間もいる。休ませる場所が欲しいわ。協力しましょう。他に英語のわかる人間はいますか？いたけどみんな死んだわ。私だけよ。後ろ宮！女は何を言っている？艦長は誰だ？さっきの男なのか？その女は何者なのか？早く通訳しろ！注意殿、彼女だけが英語をわかるようです。彼女が彼らの通訳になります。艦長は死亡、代表者は先ほどの士官のようです。あのうるさくあなたに叫んでいる男は何者？まさかあなたの上司なの？不幸なことに私が美しいお嬢さんを独り占めしているのが気に入らないんでしょう。あら、東洋人にお世辞をもらえるとは思わなかったわ。綺麗な英語ね。あなたは育ちが良さそうだわ。あの怒鳴ってるみっともない男とは大違い。あなたがここの将校だったらよかったのに。おや、私も西洋人にお世辞をもらえるとは思いませんでした。あなた面白い人だわ。名前は？後ろ宮金蔵です。よろしければお嬢さんの名前もぜひ。ベアトリーチェ・カスティリオーニ。ようこそ、ベアトリーチェ、日本へ。ベアトリーチェとはイタリア人だったのですか？そうだ、彼女は RSI 交換の娘だった。どうやら彼女の父親こそが一番の積み荷だったらしい。残念ながらロッケン島にたどり着いた時にはもう死んでいた。その交換がなぜ日本に？スエズ運河からインド洋を越えてはるばる日本まで来たというのか？確かに同盟国としてはドイツの方がはるかに近いはず。なぜわざわざ日本までやってきたのでしょう？途方もない規模の遠大な作戦か何かだったのかもしれぬ。その全容は分からぬが、その潜水艦がただならぬ任務を帯びていたらしいことは後に理解することとなる。
よかった。日本の潮風はてっきり醤油の匂いがすると思ってたわ。お互い様です。イタリア人の髪はパスタでできてるって思ってました。あら、そうよ。アルデンテに仕上げるには茹で加減が難しいの。なら日本人はみんなスパゲティネーロだわ。よくご存知で。日本人はシャンプーの代わりにイカスミを使います。金蔵はすごいわ。何でも知っているのね。イタリアに来たことがあるの？ありません。しかし本はいろいろと読みました。東洋人がイタリアの本を？へえ。例えばどんな？ニッコロ・マキャベッリ、ダンテ・アリギエリも。だからあなたが永遠の淑女であることも存じていますよ。おー、なんてこと。金蔵はとんでもない勉強家だわ。あなたはひょっとして日本では高貴な家の出身なのでは？さあどうでしょう。あなたは他の野蛮そうな日本人とはまるで違うわ。私にはわかるの。あなたはきっと高貴な家の人間だわ。後宮家は日本の貴族の家柄なの？とんでもない。宝石で一山当てただけの、ただの成金の一族です。私が勉強していたのは高貴なる者としてのたしなみではなく、何をすることも許されなかったら本を読むか、バラをいじるか、酒に溺れるかしかやることがなかったからですよ。こんなおかしなところで兵卒の身分に甘んじているのか深く考えなかったわ。私の一族などどうでもいいことです。死ねば後宮などという姓は何の意味もない。そしてそれこそがようやく私を解き放ってくれるのです。金蔵は死にたくて軍隊に？そんなのダメ。家族が悲しむわ。家族など私には誰も。私にあなたの苦しみはわからないけれど、私の心ない言葉が傷つけてしまったことはわかるわ。許して金蔵。ありがとう。え？あなたが私を金蔵と呼んでくれるから、私はやっと自分を取り戻すことができる。私はようやく本当の意味で私を見てくれる人に出会えた気がします。金蔵、あなたはとても遠い異国で出会った外国人だけれど、あなたの心はとても繊細で美しい。私たちはきっと近所に住んでいたならとても当たり前な友人になっていたわ。私も嬉しいのよ。あなたは私のことをベアトリーチェと呼ぶ。カスティリオーニのご令嬢とは呼ばないわ。
金蔵は親しい者には何て名前で？いえ、普通に金蔵と呼ばれていました。じゃあ、あなたは私をベアトリーチェと呼ぶのを改めるべきだわ。親しい人間は私のことをビーチェと呼んでいた。あなたもそうしてくれると嬉しいわ。わかりました。これからは親しみを込めてビーチェとお呼びを。ダメダメ、堅苦しい言葉はダメだって。私たちはもう友人なのだから。あの美少が、あれから何十年を経ようとも我が記憶より薄れることはない。おじい様はベアトリーチェと出会うことで自分を取り戻されたのですね。平たく言いや、浮気だな。ミルさんは今後も失言を繰り返されるなら、お尻をかばわれる癖をつけることをお勧めします。おじい様にとってロッケン島はベアトリーチェと初めて出会われた特別な場所だったのですね。うん、私がこの島に来ることがなければ出会うこともなかった奇跡の島なのだ。その潜水艦基地の名残とやらは今も残っているのか？クアドリアンの近くに今も残っている。外界からは見えぬ入り江の影だ。不吉がって漁師たちも近寄らなかった島だ。私以外に知る者はもはやいるまい。クアドリアンと屋敷を結ぶ2キロにも及ぶ地下道はその基地の名残なのか？そうだ、鍾乳洞を改造した広大な地下壕で地下を網羅し、島内各地を要塞化するなどという寝言の残骸だ。私はその地下道を生かし、島の両端に2つの屋敷を作らせたのだ。二つの屋敷、二つの家族、後宮家の屋敷と、後宮家から解放された、金蔵の屋敷だったのですね。そうだ。私には必要だったのだ。後宮という呪われた生から逃れる、もう一つの場所が。しかし、同情するよ。はるばる、日本までやってきて任務を成し遂げられなかったとは気の毒の限りだ。パパの任務が何だったかよくわからないわ。どこか遠くへ逃げ、大切な日までそれを隠さなければならないと言っていた。それとは？わからないわ。それはとても大切なもので、大切な日まで何年も隠しているつもりだったみたい。いえ、それと一緒に隠れているつもりだったみたい。私に異国の地で長い時間を過ごすことになるかもしれないと謝っていたから。アンジェロ少尉は積み荷は特になく、君の父上が輸送すべき要人だったと言っていたが。少尉はあなたたちを信用してないわ。私でさえ知っていることをいくつも隠してる。ひょっとすると少尉はパパの目的と積み荷を知っているのかも。それが何だったにせよ、それはイタリア軍の任務さ。俺らには関係ないね。むしろ同盟国なんだ。頼ってくれればいいのに。金蔵が良い人であることは疑わないわ。少尉にもあなたは信頼できる人間だと伝えてるんだけれど、どうして男というのは異教ではむやみやたらと厳格になるの？普段はみんなもっと陽気な人たちばかりなのに、ここへ来てからみんな妙に空気が張り詰めているわ。少尉は部下たち全員に常時銃を手放さないように命じてる。まるでここが敵地かのようだわ。軍人ならおかしいことじゃないさ。むしろこういう時こそ規律を引き締めて友軍に恥ずかしいところを見せたくないんじゃないか？就寝時には必ず寝ず板を立てるし、もう航行できないスクラップ同然の潜水艦に今もあなたたちを近づけないように見張りを立てているわ。私はなんだか日本人を露骨に毛嫌いしているように見えて気持ちが悪い。
慣れない生活を強いられて、みんな気が立ってるんだろう。天候とお上の都合で、君たちを本土へ運ぶ船の派遣がまた遅れてる。君たちをいつ本土へ送ってあげられるやら。仕方がないし、それも悪くないわ。だって船が来てしまったら金蔵とはもう会えなくなってしまうんでしょ。ああ、確かに。アンジェロ少尉だよ。君に用事みたいだ。またお小言かしら。日本人とあまり親しくするなと最近うるさいのよ。少尉はとても重要な話があるから、あなたたちの指揮官に合わせてほしいと言ってるわ。協力を求めたいと言っている。何のことかわからないわ。重要な話。わかった。山本中尉を探そう。いいぞ、開けろ。なるほど、イタリア人どもが我々を潜水艦に近づけたがらないわけだ。初めて見た。
なぜこんな大量の黄金を国外に。これだけあればイタリアの戦局を変えられたかもしれないの。戦局を変えるのは武器でも戦後は何の役にも立たないわ。確かにお金も戦局を変えはするでしょうよ。でも戦後にもその価値は変わらないわ。